和服でひげの元自衛隊の隊長が教える体ほぐし体操です。それでは皆さん、あんまり力を入れずにやっていきましょう。はい、まずは膝を上げていきます。膝上げです、ね、和服でもできますからね。でこの体操はあんまり負荷をかけずに、でも朝目を覚ましたり、これからルーチンを行っていくよっていう、この最初のルーチンにするには最適です。はい、はい、ゼロやめてください。はい、ここから少し休憩をしていきます。そしてね、次の動きはこの手を上げるところにこう膝を上げていく、このもも上げですね。はい、いきますよ。はい、今から20秒。そうです、そうですね。はい、そんなに一生懸命まだ動かす必要ないですからね。負荷をかけられる人はこうちょっと早くやったりですね、やってもいいですよ。でもこの普通にね、ももを上げていってください。はい、手は胸の下ら辺で大丈夫です。はい、休憩してください。10秒間の休憩を取り入れて次やっていきます。この10秒間の間はね、適当に動いていただいていいんで、次はですね、ここのハムストリングスを上げていきます。はい、もうね、こんな感じですね。はい、そうです。はい、いいですよ。どうですか、ちょっと体がね、温まってくる感覚があると思いますね。こうやってどんどん目を覚まして体を起こしていきましょう。はい、休憩してください。はい、このレスト。で次は、ここにね、こう上げていくと。で、いきましょうね。はい、スタートです。こんな横な感じで。負荷をかけたい人はね、もうちょっと早くやってもいいですけれども、まあ、こんなもんでいいです。はい、20秒間やっていきましょう。はい、休憩してみてください。さてね、それじゃあね、体のリンパを流していきましょう。リンパ流しです。で、体中いろんなところリンパがありますけど、こんな感じで、で呼吸を整えてください。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、これ鼻からやってもいいですね。 鼻だけからやってもいいです。体中のリンパを流していってください。この体をリンパ液を流すことによって循環が生まれて、健康的にこう朝目覚めが良くなってきます。はい、目覚めてまいりました。さあ、で次の動きですね。次は肩甲骨ってここの骨ですけどね、ここを伸ばしていきたいと思います。はい、ではこうやってもこうやってもいいですよ。これはい、伸ばして、はい、伸ばして、はい、元に戻す。はい、もう伸ばして、この時呼吸も止めないでやってください。はい、肩甲骨意識して、はい、いいですよ。はい、じゃあ休憩10秒間いきましょう。さて、それじゃあね、次はどんどんちょっとずつね、負荷を上げていきましょう。はい、手を横にやって、これ回していきます、ね、余裕のある方はこれすごい早く回せばね、それだけ負荷がかかりますからね。はい、はい、もうゆっくり、もう丸を円を描くようにね。でこれどっちに回してもいいです、逆回してもいいです。はい、手を伸ばして、はい、手ずっとね、20秒間上げてるだけで疲れますね。これ横です。はい、はい、次はね、これを上でやっていきましょうね。はい、この時呼吸も整えててください。呼吸も吸って吐いて、これを意識してください。はい、上に向けてこう回して、はい、いいですよ、ね、これどっちでもいいですからね、こう好きな方に回してください。はい、いいですよ、意識して手を回して、自分の手が一体今どこにあるのか、それを頭の中で意識してみてください。呼吸も吸って吐いて、自分で意識してください。はい、素晴らしいです。はい、次はですね、体の回転、そしてこの足の裏の筋を伸ばしていきます。はい、こんな感じですね。はい、足のこの後ろの線が伸びていく感覚、あと体もね、こうやって回してください。回して体のねじれを意識してやってください。はい、あ、素晴らしいですね。はい、20秒間、はい、息を整えてね、結構はーはー言ったりしてるんじゃないかと思いますけど、じゃあここでですね、次はジャンプを入れていきます。ジャンプをね、もうね、ジャンプ、ジャンプするだけ体のリンパがすごいきます。でもジャンプもね、大変だよっていう方は、これこのかかとを曲げ伸ばしするだけでいいです。これでもいいですけれども、それで負荷をもっとかけたい人はもっとこうやっていただいてもいいです。ね、まあ、いきなりジャンプするとあれなんで、まあ、こんくらいから、はい、いいですよ。はい、
ここはちょっと疲れてきましたね。はい、目が覚めてきました。次はね、横にこのジャンプ飛んでいきます。はい、こんな感じですかね。負荷かけられる人はもっと手を使っていいです。もっと、もうこうやってね、早くやってもいいですよ。ちょっとね、息がハハしてきますか。はい、もう少しですよ。はい、よくできました。はい、よくできました。じゃあ次はね、片足の前方屈伸、さてやってみましょう。まあ、手はどこにやってもいいです。はい、交互に、こんな感じですね。僕から見るとこんな感じです。はい、90度。はい、いいですか、こんな感じです。はい、よくできました。結構ね、足が疲れてきたと思いますが、はい、じゃあここ疲れますけれども、20秒間ね、まるで自分がカール・ルイスとかね、ジョイナーになったような、陸上選手になったようなつもりで、こうやって手を動かしてみてください。はい、そうです。でね、余裕がある人はこれもっと早くね、こんくらいでもいいですけど、もっと早く、そしてもっと余裕がある、息を上げないと、こんくらい。はい、よくない、息が上がってきたか。もう少し、あと今、はい、よくやった。はい、素晴らしい、ね、こんなに早くやらなくてもっとゆっくりやっていいですからね。今の結構心拍数が上がったかもしれません。はい、では次こっちですね。はい、やってください。はい、息を整えながら、口から吸って吐いてもいいんですけど、鼻から吸って吐く、吐くときにふーんってこう意識してください。はい、はい、じゃあ次、体の体側、こちらをですね、伸ばしていきます。はい、横、この横の筋がね、伸びてる感じを感じながら、はい、鼻から吐いて吸ってください。吐いて吸って、はい、体側伸びましたね。次はですね、ここの体側の足を伸ばしていきます。こんな感じですね。これ横、ここってね、伸ばすことってほとんどないでしょ。はい、3回やったらこっち反対側、はい、ここね、伸ばすこと、ね、はい、3回ずつ。はい、いいですね。このね、あんまり使わない筋肉を動かすっていうのがいいんですね。はい、ここね、今ちょっと動かしただけでも結構きたかもしれませんけど、はい、よくできました。息を整えてください。はい、休んでください。次、はい、次は体の前後屈です。そんなにやらなくていいです。自分のできるところでいいですね。後ろ背筋、腹筋、逆腹筋、逆背筋、はい、はい、ですね。ね、負荷をかけた人はもうちょっと早くやってみるけどね、無理しないでください。はい、もうちょっとです。はい、よくできました。自分のペースでやってくださいね。はい、次は肩入れ、肩甲骨、肩と股を入れていきたいと思います。はい、四股踏んじゃってください。そして肩を入れる。はい、肩入ってますか。はい、あんまり力強くやりすぎるとピキッとなりますんでね。はい、もっとほぐす感じで、はい、いいですね。はい、首を回していきましょう。はい、自分のペースでね、やればいいですから。はい、肩ここ入ってますか。はい、股も入れてください。はい、休憩です。はい、次はですね、スクワット、ここの大腿筋をほぐしていきましょう。手を三角形にして、はい、このままそう、手を真上に上げてください。はい、膝は90度、ゆっくり呼吸を整えて、はい、ほぐすつもりで、そんなに、はい、早くできる人は早くやっていただいてもいいですけれども、だんだん呼吸を整えていってください。はい、そうです、素晴らしいです。はい、10秒間休憩です。はい、次は最後ですね。今度はさっきよりもこの股を開いて、股割り状態でやっていってください。はい、股割り状態で膝は90度。はい、膝90度。はいですね、股も割ってください。股も、はい、はい、これラストですよ。はい、股を、どうですか、汗かいてきましたか。いいですよ、素晴らしい。
素晴らしいですね。はい、これで今回の運動を終わりたいと思います。ヒゲの和服の自衛隊の元隊長が教える、体操いかがでしたか。運動不足解消に程よいエクササイズでしたよね。これね、いきなりハードなことをやってしまうと怪我をしたりするのでやめておきましょう。運動不足解消のためにはまずは軽いエクササイズ、そして毎日継続することが大切なんですね。なのでぜひルーチンに入れてみてください。いろんな別の運動でもいいですよ。これ毎日続けて目を覚まして、今日一日をあなたにとっての最高の一日になるように過ごしていきましょう。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。我々の人生に、いい影響を与えるそういう動画っていうのをどんどんやっていきたいと思います。ぜひ他の、コンテンツも見てみてください。イエース Thank you イエース。それでは今日もあなたに最高の幸せが止めどなく溢れ出して、それが雪崩のようにあなたに流れ込んできますように、最高の一日を今日も楽しみましょう。私は幸せです。 Thank you イエースイエースイエース。